こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではミニマリストを目指すならこの5つのアイテムを揃えましょうというテーマでお話をしてみたいなと思っています。皆さんはミニマリストという言葉を聞いたことがありますでしょうか？この言葉というのはなるべく必要最低限のものだけで日々の生活を楽しむ人のことをですね指しているわけなんですが、この思考というのはですね僕自身も理解ができるんですね。たくさんのものに囲まれて生活するのは結構体力を消耗するので、自分の目が届く範囲内のアイテム数だけに絞ってなるべくシンプルな暮らしをしたいという気持ちは僕自身もよく理解ができるんですね。ただ僕は仕事柄どうしてもですね服だとかインテリア雑貨だとか、あとは最新のデジタル機器だとかいろんなものを買ってしまうわけなんですが、それでもミニマリストの方々が持つコンセプトというものにはですね結構共感するものが多いんですね。このミニマリストという考え方は日々の生活の様々なものに適用ができるわけなんですが、もちろんファッションにおいても当てはまるんですね。なるべく服の数を抑えて快適に日々の生活を送るためにはどんなものを揃えておけばいいのか、このテーマについて今回はスタイリスト目線でお話をしてみたいなというふうに思っています。この企画に関しては季節ごとにやっていきたいなと思っていまして、今回に関しては秋ですとか冬に対応できるような5つのアイテムをですね皆さんにご紹介をしていきたいなというふうに思っています。はい、ということで早速1つ目のアイテムから解説をしたいなと思うんですが、まずはですねボトムスからご紹介をしてみたいなというふうに思っています。ミニマリストに適した鉄板のボトムスといえば、これはですねユニクロのブラックジーンズでまず間違いがないのかなというふうに思っています。このアイテムに関しては様々なミニマリストの方が実際に愛用しているわけですね。僕自身もですね今回も履いていますが、ユニクロのブラックジーンズというものをですね長らく愛用してるんですね。このブラックジーンズの良さというのは様々な着こなしに合いやすいので、この1本さえ持っておけばそれだけでボトムスが完結できるというところにあるのかなと思っています。ブラックのジーンズというのは本当に万能なアイテムだなと思うんですね。どのようなトップスにも合わせやすいですし、またいろんな靴とのコーディネートもしやすいので、もし1本しかボトムスを持っちゃいけないと言われるのであればブラックジーンズでまず間違いがないのかなというふうに思っています。様々なブランドからブラックジーンズは出ていますが、正直ですねユニクロのブラックジーンズでまず間違いがないかなというふうに思っています。それにはいくつか理由があるんですが、ユニクロのブラックジーンズというのはもう定番アイテムになっているので、いつお店に行っても必ずですね在庫があるということ、これはですね外せないポイントなのかなというふうに思っています。しかもボトムスを1本で回すとしたらそれなりに消耗するので、ある程度は定期的に買い替えるかなと思うんですね。その時にあまり値段が高すぎない方が心理的なハードルもですねそんなに高くなくて気軽に買い替えやすいのかなというふうに思っています。シルエットも綺麗ですし、ストレッチが効いていてめちゃくちゃ履きやすいですし、様々な着こなしにも合わせやすい、その点においてはですねブラックジーンズはまず間違いがないかなというふうに思っています。体型によってどの形を選べばいいのかは人それぞれなんですが、僕は痩せ型なのでスキニーフィットを選んでるんですね。普通体型からややぽっちゃりめの体型の方だったらスリムフィットの方がですねピチピチ感がそんなに出ないので使いやすいのかなというふうに思っています。でもしですねこちらの動画を見ている方がぽっちゃり体型以上の方だった場合はですねブラックジーンズだとどうしてもパツパツ感が出てしまうので、そういう場合に関しては今僕が持っているユニクロのスマートアンクルパンツ、こっちの方が使い勝手がいいかなというふうに思っています。細身のブラックジーンズに比べるとお尻周りですとかもも周りに関してはこちらの方がゆとりがあるので、いろんな体型の方に馴染みやすいのがこちらのスマートアンクルパンツなのかなというふうに思っています。ですのでこれはですね体型によったりだとか好きなスタイルにもよるかなと思うんですが、ブラックジーンズかもしくはスマートアンクルパンツ、この2本のうちどちらかを選んでおけばまず間違いがないかなと思うので、まずはここからですね選んでいただければなというふうに思っています。はい、続いて2点目はですね足元なんですけども、どんな靴を履くのか、これもですね結構重要になってくるのかなというふうに思っています。僕の中で鉄板だと思っているのが今からご紹介するこちらのですねブラックレザースニーカーですね。これが間違いなく鉄板なのかなというふうに思っています。今僕が持っているのはナノユニバースのオリジナルの黒のレザースニーカーなんですが、これはですねめちゃくちゃ使い勝手がいいんですね。スニーカーということで履き心地がいいんですが、ブラックのレザースニーカーになっているので適度に綺麗さが漂うんですね。ですのでブラックジーンズにも合いますし、先ほどご紹介したスマートアンクルパンツにも合います。特にブラック系のボトムスと合わせるとちょうどですね足がこうありまして、この部分までがですね足に見えるので結構足長効果があったりするんですね。つまりボトムスと靴が一体化するわけですね。そういった意味でスタイルもよく見えるので、すごく使い勝手がいいかなというふうに思っています。一方でソールに関しては白のものがいいかなと思うんですね。ボトムスと靴がそのまま色がつながっているとどうしても退屈に見えてしまうんですが、この白ソールがあることで適度にカジュアル感が出るのでバランスも良くなるかなというふうに思っています。で、靴に関しては僕は白レザースニーカーをですね、結構鉄板で押すことが多いんですが、もし1足だけを持つという基準になるとどうしてもですね、白レザースニーカーだと汚れが気になるわけですね。ですので1足の靴だけで回すのであればブラック系のスニーカーがまず間違いがない選択肢かなというふうに思っています。適度に大人っぽさと綺麗さが出せるこのブラックレザースニーカーは僕の中では一押しのですね、ミニマリスト向けのスニーカーなのかなというふうに思っています。ただですね、僕自身がこのブラックレザースニーカーを一足で過ごすかというとちょっと物足りなさを感じるんですね。実際僕は休日に履くスニーカーというのはほぼほぼ一足なんですが、じゃあ何を履いているのかと言いますと、今からご紹介するこちらですね、ナイキのエアマックス97のブラックですね。こちらをですね、ガンガンに活用してるんですね。今持ってるのは事務所で撮影する用のエアマックス97なんですけども、もう一足私服用のエアマックス97、全く同じものを持ってるんですね。これがめちゃくちゃ使いやすいんですね。一年中どんなスタイルにも合いますし、やっぱり黒ベースなのでそこまで汚れが目立ちにくいんですね。確かに白ソールの部分は汚れやすかったりはするんですが、本体部分がブラックということで子供と遊ぶ時にもですね、そこまで気にせずにガンガンに使えるのでめちゃくちゃ便利なアイテムかなというふうに思っています。先ほどのブラックレザースニーカーに比べると少しボリューム感があって今っぽい見た目になっているので、ファッション好きの方にはですね、こういった足元にトレンド感を出した方がバランスがいいのかなと思っています。なるべく着こなしをオーソドックスにしたい方はブラックレザースニーカー、そしてトレンド感を楽しみたいミニマリストの方にはこのエアマックス97が僕は鉄板のアイテムかなと思うので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて3点目はですね、アウターになりますね。秋冬においてアウターというのは僕はですね、主役級のアイテムなのかなというふうに思っています。視界にもすぐ飛び込んできますし、そのアウター次第で全身のバランスが全然変わってくるので、ある程度アウターに関しては僕は投資をした方がいいかなというふうに思っています。そしてできればアウターというのもたくさんの種類を所有するのではなくて1着に絞れたら便利かなというふうに思ってるんですね。そこで今回僕が選んだのはこちらのアイテムになりますね。アークテリクスのアトム AR フーディというアイテムなんですね。これがですね、めちゃくちゃ使いやすいアイテムになってるんですね。見た目としてはほぼダウンのように見えるかなと思うんですが、こちらはですね、中綿を使っているものなのでそこまでボリュームが出ないんですね。そして通常のダウンであれば特有のボコボコボコというような段差が生まれるかなと思うんですが、そういったものも一切なくて、ダウンというよりは少しあったかめのナイロンジャケットに近いアイテムなのかなというふうに思っています。このような見た目であれば秋からですね、ガンガンに着ることができまして、秋冬そして春先までこういったものを活用することができるので、もし1着アウターを持つのであればこのアークテリクスのアウターはめちゃくちゃ活用できるかなというふうに思っています。こちらは最近購入しましたビームス別注バージョンになるんですけども、通常のアークテリクスのアトム AR フーディでも全然問題がないかなと思うので、ぜひ皆さんにはチェックをしていただきたいなと思っています。金額に関してはちょっと3万円を超えてくるので決して安いものではないかなと思うんですが、ミニマリストのファッションということを考えるとどれも安いもので構成するということが必ずしも大切なわけではなくて、メリハリが大切だと思ってるんですね。ボトムスに関してはある程度は消耗品なので値段を抑えて、あとはスニーカーに関してもですね、消耗品ではあるんですが結構足元って目立つものなので、自分が気に入ったある程度上質なものを持っておいた方がいいかなと思っています。そしてダウンに関しても1年ごとに買い替えるようなものではなくて、一度買ったらですね、やっぱり 3,4 年は着るかなと思うので、着ていて気分が上がるものを買った方が僕はいいのかなというふうに思っています。その点ではユニクロのダウンなんかもいいんですが、主役になるアイテムなので少し背伸びをして、こういったアークテリクスのものだとか、もしくはビューティー&ユースのオリジナルのダウンもですね、結構バランスがいいのでおすすめかなというふうに思っています。ビューティー&ユースのダウンに関してもダウン特有の段差というのがそんなに目立たないので結構スマートに着やすいかなと思うので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて4点目のアイテムなんですが、今度はですね、こういったアウターの内側に着るアイテムなんですけども、皆さんにご紹介したいのは、今僕が持っているようなニットですとかワッフル地のロン T ですね。僕がもしもですねインナー系を1枚に絞るのであれば、グローバルワークのですねビッグワッフルロン T でまず間違いがないかなというふうに思っています。こちらは僕の動画の中ではめちゃくちゃ登場頻度が高いかなと思うんですが、実際に撮影用だけではなくて私服用としてもですね保有をしていまして、めちゃくちゃこれはよく着るんですね。見た目に関してはほとんどニットなんですが、一応ロン T なのでもうちょっと気軽に着やすいという点と、金額もだいたい5000円前後だったと思うんですが、決して安くはないんですが、セレクトショップのオリジナルに比べると結構買いやすいので、そこまで気にせずガンガン使えるので、僕にとってはですねユニフォーム感覚でこれを着ることが多いんですね。実際ですね、今僕はこちらを着ているわけなんですけども、このような形で結構様々な機械で使いやすいんですね。ちなみに先ほどまでですねご紹介してきたアイテムというのはどれもブラックが多かったと思うんですね。ジーンズに関してもそうですし、靴に関してもそうです。あとアウターに関してもブラックで、結構ですね重たい色が多くなってくるので、せめてこういったニットだとかロン T に関しては少し明るさを取り込みたいなということで、僕はホワイトを選択をしました。ただどうしても白だと汚れが気になるなと感じる方はブラックにしたりだとか、あとはブラウン系の色なんかもですね旬な雰囲気が出つつも汚れが目立たないので、すごく使い勝手がいいのかなというふうに思っています。ただ僕自身はですねこれは消耗品だと思っていて、ある程度1年くらい来たら新しいものに変えてあげるとですね綺麗な状態を保てるかなと思うので、ぜひ皆さんもですね頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、そしてラスト5点目なんですが、これはバッグになりますね。もし1つだけバッグを持つのであれば、僕はですねこういったバックパックが間違いのない選択かなというふうに思っています。こちらは僕の私物のバックパックになってるんですが、ブランドはですね先ほどのアウターと同様にアークテリクスのものになるんですね。これがめちゃくちゃ使いやすいんですね。マンティスというモデルなんですが、ブラックのシンプルな作りになってるんですけども、すごくポケットがたくさんついてますし、機能的でめちゃくちゃ使いやすいバッグかなというふうに思っています。これ一つあればですね PC を入れることもできますし、かなりの荷物の量を入れることができるので、正直ですねこれ一つあれば1泊2日の旅行ぐらいは十分回ることができるのかなというふうに思っています。それぐらいですね荷物量もしっかりと入りますし、どんなスタイルにも比較的合わせがしやすいので、めちゃくちゃ使い勝手のいいリュックかなというふうに思っています。リュックはですねアークテリクスのものに限定はしなくていいかなと思うんですが、これもですね一度買ったら結構長く使うかなと思うので、安いもので済ませようというのではなくて、ちょっと頑張って投資をした方が僕はいいのかなというふうに思っています。特にミニマリストの方の場合は同じものをですね結構毎日使うことも少なくないので、そういう場合は毎日使ってもある程度テンションが上がるものを選ぶことがですね実は大切なのかなというふうに思っています。ですので予算を抑えるところはなるべく抑えて、かけるところはしっかり投資した方が毎日の着こなしというところにテンションが上がりやすいかなと思うので、その点もぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画ではミニマリストになるために必要な5つのアイテムというテーマでお話をさせていただきました。僕自身もですね実際に説明をしてみて、結構ですね僕自身のオフのスタイルにすごく近いなというふうに思っています。僕もですねファッションは大好きなんですが、毎日違うファッションを楽しみたいという感覚よりも、気に入ったスタイルをですね何度も繰り返しながら楽しみたいと思う方なんですね。そういう方にとっては結構ミニマリスト的な考え方はハマりやすいのかなというふうに思っています。このように僕と同じような思考性の方には結構ですねミニマリスト的な服選びというのはハマりやすいのかなというふうに思っています。今回はですね秋冬バージョンでお届けをしましたが、こちらの動画の評判が良かったら今度は春夏バージョンも撮ってみたいなと思うので、ぜひ皆さんですね近くの方にもこの動画をお勧めしていただければなというふうに思っています。こちらの動画ではですねベーシックなアイテムについてお話をすることが多いんですが、もうちょっと中級者的なアイテムですとか着こなしについて知りたい方は、僕がやっています YouTube のメンバーシップ向けの動画があるので、ぜひそちらもですね下にリンクを貼っておきますので、チェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストのエアマックス97でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。